ミリツブロゾビチは、ユーゴスラビアベオグラード出身の女性、ロシア、スロバキアの元フィギュアスケート選手、フィギュアスケートコーチ。パートナーは、ウラジミールフタース、アントン・ニーメンコ。2003年世界フィギュアスケート選手権、ヨーロッパフィギュアスケート選手権スロバキア代表、ISU グランプリシリーズ出場2回。1998年、JGP メキシコ杯優勝。 所属各国により表記が異なる。カナデは、メリカ・ブロゾビッチなどで表記された。ユーゴスラビアのベオグラードに生まれる。もっぱら、ロシアで育ち、2004年まではロシアに座住した。1990年にスケートを始める。ロシアでのジュニア時代は、アントン・ニメンコとペアを組み、1998年から、ISU ジュニアグランプリや世界、ジュニアフィギュアスケート選手権に出場。 1998年、ISU ジュニアグランプリメキシコ杯で優勝。1999から2000年シーズンのロシアフィギュアスケート選手権では5位に入った。2003年から2シーズン、スロバキアのウラジミールフターストペアを組み、スロバキア所属で2003年世界、フィギュアスケート選手権、ヨーロッパフィギュアスケート選手権に出場。ISU グランプリシリーズにも2回出場した。 競技引退後は、生まれ故郷ベオグラードのスケートクラブコーチに、名前が見られる。ありがとうございます。